ロックフォードのダウンタウンロックフォードは、アメリカ合衆国イリノイ州北部、ウィネベーゴ郡に位置する都市、同郡の郡庁所在地である。シカゴからは西北西へ約 135km に位置する。人口は152,871人で、シカゴ都市圏外のイリノイ州の都市としては最大である。ウィネベーゴ郡および東に隣接するブーン郡の二郡にまたがる都市圏は、 人口349,431人を数える。ロックフォードは市内に立ち並ぶニレの木で知られており、それゆえに森の町と呼ばれている。市街地はミシシッピ川の支流の一つであるロック川の両岸に広がっている。ロックフォード創設者の銅像この地には1834から35年に入植が始まった。ロック川の西岸にはジャーマニカス、 ケント、サッチャー・ブレイク、ルイス・レモンの3名が、当時の沿さんの町ガリーナからやってきて、入植地を創設した。一方、ロック側の東岸には、ダニエル・ショー・ハイトが入植地を作った。当時奴隷の身分であったレモンは後に自由を買い取ったが、この地に泊まって農業を営んだ。南北戦争前には、この周辺の地域には、ニューヨークやニューイングランドから移入してきた住民が、 多かったのに対し、州南部には、ケンタッキー州やテネシー州から、奴隷の元使用主が移入してきた。この地は、シカゴとガリーナの中間点にあったことから、当初はミッドウェイと呼ばれていたが、立地がロック側の渡し地にあたることがわかると、ロックフォードと改められた。ロックフォードは1839年に正式な村となり、1852年には市に昇格した。 創設されてから最初の10年ほどは、ロックフォードは固い中の静かな村に過ぎなかったが、その後急速に発展し、ミネベーゴ軍の軍庁所在地に指定された。1851年には、ロックフォード水力発電会社が設立され、翌1852年には、ガリーナシカゴ鉄道の駅が、ロックフォードに設けられた。 安価な電力と交通手段が確立されたことによって、ロックフォードは変貌を遂げた。1860年頃には、ロックフォードは産業の中心地となり、特に農業機械の生産で知られるようになった。1880年代には、ロックフォードの家具工場は、スウェーデン系移民の職人や資本家を登用し、20世紀前半には、ロックフォードは、 ミシガン州グランドラピッツに次ぐ全米第二の家具生産の中心地になった。1920年頃にはこの地のスウェーデン系住民は1480人を数え総人口の約1、6を占めていた。東部の企業家とは異なりこの地の家具会社の多くは共同組合を結成し労働者や職人が強い力を持っていた。しかし農業機械は 第一次世界大戦の頃にはすでに衰退期に入り、家具産業も世界恐慌と第二次世界大戦で大きな打撃を受けた。都市外観も変わっていった。1890年代後半から1900年代前半にかけては、その頃に形成された地区に公園が設けられた。1920年代には街路樹の立ち並ぶ大通りが整備された。今日のロックフォードが、 森の町と呼ばれるようになった基礎は、この頃に作られた。1929年には、15階建て、高さ57メートルで、現在でもロックフォードで最も高い建物である、ファウストホテルが建てられた。このアールデコ町のホテルは、その後何十年間にもわたって、各界の要人を迎え、社交の中心となっていった。しかし、現在では、ホテルとしては営業しておらず、 高齢者用のアパートに転用されている。コロナドシアター経済の成長に伴って、ロックフォードは文化的にも成長していった。1872年には、イリノイ州内では2番目となる、公立図書館、ロックフォード公立図書館が開館した。1877年には、ロックフォード初の日刊誌が刊行された。1920年代に入ると、 コロナドシアターをはじめとする劇場が次々と建てられた。1927年に建てられたコロナドシアターは数あるロックフォードの劇場の中でも最も規模が大きくまた最も豪華なものであった。ロックフォードの驚くべき劇場と称された。この劇場は1979年に国の史跡に指定された。1943年には 全米女子プロ野球リーグが創設され、ロックフォードにもピーチズという女子野球チームができた。ピーチズは1945年、1948年、1949年、1950年と4度の優勝に輝いた。しかし、1954年にリーグが解散するとチームも消滅した。その後、リーグとチームは1992年に公開された。 映画、プリティリーグの題材となった。1960年代に入ると、20世紀前半に、市の経済を支えてきた、農業機械や家具産業は、廃れ、代わりに、新しい産業が生まれた。20世紀後半のロックフォードの産業は、自動車や宇宙航空などといった重工業が中心となっていった。その一方で、ロックフォードは玩具を作る街としても知られていくようになった。 しかし1980年代に入ると製造業は衰退に転じ、ロックフォードの地域経済は大きな打撃を受け変革を迫られるようになった。市内の家族経営の企業の多くは大企業に買い取られ、大企業は合衆国内でも賃金の安い地域や合衆国外へと移転していくようになった。市はハイテク産業への移行、博物館、 美術館や公園を活用した観光業の振興、シカゴ都市圏の製法への拡張に目を向け、再生への頼みの綱としている。2009年には、ウォールストリートジャーナル誌の記事で、ロックフォードが直面する財政、失業、労働者の教育水準などの問題と、それらの問題に向き合う市長の姿が報じられた。イリノイ州におけるロックフォードの一ロックフォードは、 北緯42度16分11秒西経89度4分11秒に位置している。シカゴからは西北西へ約1 3 5トルウィスコンシン州のシュートマディソンからは南へ約1 1 0トルに位置する。アメリカ合衆国統計局によると、ロックフォード市は総面積1 4 6 9トルに属する。ロックフォード市庁舎、ロックフォードは 市長制をとっている。市長は市の立法、行政の最高責任者である。市長の下には市政における日常業務に責任を負い、市長を補佐する市政管理者がいる。市長の任期は4年である。条例案や予算案の策定、採決を行うロックフォード市議会は14名の市議員からなっている。市は14の選挙区に分けられ、 それぞれの選挙区から1名ずつが選出される。市議員の任期は4年で14名全員が同時に改選される。ロックフォード大学は市の中心部から東へ約5キロメートルにキャンパスを構え約1000人の学生を抱えている。1847年にロックフォード女学校として創設されたこのリベラルアーツカレッジは1892年に 現在の名称に改称し、1955年に女子大学から男女共学へと移行した。ロックフォード大学はアメリカ合衆国におけるソーシャルワークの先駆者で、1931年にノーベル平和賞を受賞したジェーン・アダムズの母校として知られている。神戸女学院大学の創立者の一人である、ジュリア・ダット・レイも同学の卒業生である。 ロックフォード大学と神戸女学院大学は交換留学提携を結んでいる。またフリードリヒ・フレイベルの幼児教育を日本に伝え、神戸市にある小栄短期大学の基礎を築いたアニーライオンハウもこの学校の出身。ロックフォードにおける K12 課ほどはロックフォード公立学区の運営する公立学校によって支えられている。ロックフォード公立学区はイリノイ州内では3番目に、 規模の大きい学区で小学校40校、中学校7校、高等学校4校を運営し2万7千人以上の児童、生徒を抱えている。これらの公立学校に加えてロックフォード市内には初等、中等教育を行う私立学校が27校ある。シカゴロックフォード国際空港ロックフォードに最も近い空港は市の中心部から南へ約6キロメートル。 地域の南端に立地するシカゴロックフォード国際空港である。この空港は UPS のハブ空港の一つとなっており、同社最大のハブ空港であるルイビル国際空港をはじめ、全米各地の主要都市圏や近隣の主要都市への航空貨物便が発着している。一方、同空港に就航している定期旅客便はアレジャイアント航空一社のみであり、就航都市もフェニックス、ラスベガス、 オーランド、セントピーターズバーグの4都市のみである。この他には、ガンクゲーの季節運航便や、チャーター便などが発着しているが、全体的には、旅客の乗降よりも、航空貨物の取り扱いを主にしている空港であると言える。シカゴのオヘア国際空港へは、ロックフォードの中心部から約110キロメートル、車で約1時間20分と利用可能な距離にあり、 民間のバス会社による空港直行バスの便も毎時一本出ている。ロックフォードでは2本の週間高速道路 I-90 と I-39 が合流、分岐する。I-90 はイリノイ・ウィスコンシン宗教からシカゴまでは j ン・アダムズ記念有料道路となっている。この高速道路はシカゴとマディソンを結ぶ道路として1960年代初頭には すでに開通していた。1965年にはロックフォードの南を迂回して、市東部で I-90 につながる国道20号線のバイパスが完成した。このバイパスは高速道路規格になっている。1992年に開通した I-39 はロックフォードから南へ、ブルーミントンへと通じており、イリノイ州北部と中央部を結ぶ道路としての 役割を果たしている。また、I-39 は、ブルーミントンで交わる I-55 や、I-74、ウィスコンシン州内で合流、分岐する I-43 や I-94 を経由して、シカゴ都市圏を通らずに、セントルイス方面やシンシナティ方面と、ミルウォーキー方面や、ミネアポリスセントポール方面を結ぶ、短絡路としての役割も果たしている。かつては、 シカゴとアイオワ州、ダビュークとを結んでいたアムトラックの中距離列車、ブラックホーク号がロックホーク号は1981年に廃止された。その後、ロックホードには旅客鉄道は通っていないが、アムトラックによる連絡バスがシカゴユニオン駅よりロックホードを経てウィスコンシン州マディソンに至る区間で運行されている。2006年、 北入りのい通勤交通イニシアチブは、シカゴ都市圏の近郊列車であるメトラをシカゴ成功からロックフォードまで延伸することを提案した。市内の公共交通はロックフォード大量輸送機関局の運営する路線バスによってカバーされている。RMTD は平日、土曜日の日中には17系統、夜間には6系統、日曜日には5系統のバスを運行している。 ロックフォードの都市圏及び広域都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。ロックフォード都市圏、ロックフォードフリーポートロシェル広域都市圏以下に、ロックフォード市における1860年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ロックフォードは以下ご都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。